J-160E は、ギブソン社製のギター。1954年から生産が開始され、同社の CF-100E と共に、いわゆる現在の、エレクトリックアコースティックギターの講師とされるモデルで、ある、ビートルズが使用したことで有名となった。基本的な構造は、同社の主力アコースティックギターである J-45 と同じスタイルのボディに、 同社製のエレクトリックギター用 P-90 ピックアップをフロントに取り付けた形となっている。エレクトリックギターとして使用した時のハウリングを抑えるため、ボディ内部の力機はラダーブレーシングを採用。また同じ理由で、初期のモデルでは短板だったボディトップもすぐ後半に変更され、生鳴りを少なくする措置が施されている。このため、 アコースティックギターとしての J-160E はサドルの高さを簡単に調整できるアジャスタブルブリッジとも相まって J-45 などより音量も小さくサスティンも短い独特の硬めの音色になっている。現代のアコースティックギターの増幅方法としてはより生音に近い音色が得られる。 ピエゾピックアップが主流になっているが、ピエゾプが開発されたのは1970年代以降である。エレクトリックギター用のマグネティックプである P-90 を搭載した J-160E は構造上フルアコのエレクトリックギターと全く同じなため、アンプや PA につないだ場合にはアコースティックギター的な音はほとんど出ず、同社の ES-175 等のような エレクトリックギターの音色になる。アコースティック用のブロンズ弦ではプが音をうまく拾わないため、エレクトリックでの使用が多い場合は、ニッケル弦を張る必要がある。また、ブリッジが普通のアコースティックギターと同様の、非電動の素材のため弦アースが取れず、ノイズが大きいという欠点がある。現行モデルでは、サドルの裏から弦アースを施してある。ジョン・レノンとジョージ・ハリスンは、 1963年にリバプールのラシュワース楽器店でお揃いの J-160E を入手。両名ともデビュー当初からステージスタジオの両方で J-160E を多用している。ビートルズの初期のアルバムで聞こえるアコースティックギターのほとんどが J-160E であり、恋する二人、ノルウェーの森、また中期以降においても、 アデインザライフなどでその特徴的な音色を聞くことができる。エレクトリックとしても使われており、特に I Feel Fine のイントロではフィードバックが起きやすい。このギターの特性を活かし、曲の一部として取り入れている。ポップミュージックにおいてフィードバックをレコードに使用した最も初期の例とされている。ジョンの最初の J-160E は盗難に遭い、すぐ2本目を入手している。 ビートルズの日本公演でもサブギターとして用意されていた。この2本目のギターは1967年のアイコスはすべてのレコーディングの頃には紫とオレンジを基調にしたサイケカラーに塗られ、その後すぐ塗装が剥がされナチュラルカラーで1969年のジョンとヨーコのベッドインに登場した。またポール・マッカートニーもスクエア・ショルダーの J-160E を 所有している。2010年には、ジョン・レノン生誕70周年記念として、ヘッドに、ジョンのサイン、シワンの12フレットに、ジョンの誕生日が刻まれた限定モデルが発売された。ギブソン J-160E の廉価版として、エピフォンからジョン・レノン EJ-160E というジョン・レノンシグネーチャーモデルも発売されている。カラーは、サンバーストフィニッシュ。 ホワイト、ナチュラルフィニッシュの3色で、本数は3バーストが限定500本、その他は限定70本の販売となっている。また、ナチュラルのみ、ボディにジョンとヨーコのイラストが描かれている。全体的な仕様はイマナス1 6 0 e に順じているが、ヘッドの形状が異なるほか、ネックのスケールも25イ2インチと長めで、ピックアップがミニハムバッカーとなっている。 また、ボディに、ジョン・リノンのサインが印刷されており、シグネイチャーを強調したものとなっている。ありがとうございます。